はいはい、どうもどうも、社畜です。本日は、飛び盛りをやっていきたいと思います。で、やっていきたい内容としましては、夢訪問ですね。夢訪問に行きたいと思っております。今回はですね、特に夢番地とかは指定せずに、村の名前で探していきたいと思います。さあ、村の名前で探すと、で、ちょっとね、今まで可愛い村、ばっかり行っていたので、あと珍しい村か、まあどちらかしか行ってなかったから、逆になんかかっこいい村って行ってないなと思ったんですよ。だからここでね、どんな名前の村を探すって書いてあるので、まあその名の通りかっこいい村、これで検索してかっこいい村に行ってみたいと思います。なんだこれ、わあ待って、かっこいい村めっちゃあるやん、やばすぎじゃないこれ。なんかかっこいい村の名前すごすぎるぞこれ。春、ヒロト、太一、ハルト、シュウ、ライド、シュウマ、レツ、タツヤ。なんか男ばっかやな。かっこいい村。どれしよう。かっこいい村めっちゃあるやん、思ってるより。これどこ行ったらいいと思う。これ迷うな。どれしよう。なんか珍しそうな名前のこのところ行こうか。どうしよう。コウスケとかコウセイとかなんかさ、一般的じゃんこれ。あ !KATA。カタ。カタさん、ちょここに行こうぜ。なんか一人だけローマ字だから、ちょっとねここに行きたいと思います。さあこれは結構博打だぞ、ちょっと頼むぜ。かっこいい村って言うからにはかっこいい村を期待するから、ちょマジで頼む。さあ果たして本当にかっこいいのか、ちょっと楽しみですね。いやなんか今までさ、夢番地で指定して村に行っていたから、なんかこうやってね、名前で検索していくの久しぶりなんで、ちょっと楽しさはあるけど。お!やってきましたね。さあ、かっこいい村。これは最高にかっこいいんじゃないか。ほら、かっこいいという村の夢を見てらっしゃるのよって言ってるじゃん。さあ、早速、かっこいい村を見ていきたいと思います。お!この雑草めっちゃかっこいい。やばいね。1、2、3、4、5、5本生えてるね。かっこいいじゃん。お!アミーボ持ってるのか。墨田くん。ん?くせ者。そのぼーっとした顔を見る限り敵ではなさそうだな。ゆっくり遊んでっていいぞガチで。なんか口癖もめっちゃおもろいな、めっちゃおもろいやん。ちょ待って、なんかさ雑草めっちゃ生えてない、ちょ抜いといてあげるわ俺が。なんかめっちゃ生えてるやん、やばいねこれ。やばくないか。ちょ抜いといてあげるわ、大丈夫これ。なんか思ってるより生えてたんだけど。はい、まあそういったところで見ていきますか。かっこいい村。おや、なんだこれ、なんかマイデザインがある。確かにかっこいいね。うん。で、なんかちょこんと木がありますと。お、なんかマイデザインで囲ってあるぞ。お、おるやん。KATA、よろしく。ああ、なるほどね。なるほどね。なるほどね。とりあえず、家が1個しかないので、この家に入りたいと思います。さあ、入りましょうか。入りますか。おー、思ってたのとちょっと違うな。スプラトゥーンだった。なるほどね。多分、この KATA さんは、スプラトゥーンが好きなんでしょうね。まあ、アミーボも買ってるぐらいだから、まあ、かなりやり込んでんじゃない。へー。っていうことは、この村は少なくとも2015年以降に作られたのか。いや、アミーボプラスができるようになってからだから、2016年からか。なるほどね。へー。っていうことは、まだ作られて間もない村みたいですね。推測するに。シンプルでいいんじゃない、ね、スプラトゥーンの部屋いいよね。俺もなんかさ、昔スプラトゥーンの部屋作ろうと思ってたんだけど、結局なんか断念したわ。めんどくせえってなって。けどなんかシンプルでいいよね、こういう部屋も。うん。とりあえず村の方に行くか。さあ、やっていくとしますか。てか公共事業はないんかな、公共事業。公共事業はないんすかね。まあ、とりあえず草抜いておいてあげるわ、ほい。ほい。ほい。てか、めっちゃ生えてんだ、これ。ちょ、抜いといてあげよう、ちゃんと。ちゃんと抜きましょう。てか、池が3つあるね。今更だけど。あれ?てかさ、池ってさ、村に2つしかないんじゃなかったっけ ?3 つもできましたっけ?今更だけど。ね、よく見たらさ、これ池3つあるよね。3つって行けたんだ。あ、待って、ごめん。ちょ、花散らしちゃった。知らなかったわ。知らなかったってか、結構あるんかな?あんまりなんかそういうところ今まで意識してなかったんでわからないんだけど、とりあえずちょっとこっち降りてみる。何か面白いのあるかな。特にないか。こっちは特にないね。ありませんね。まあ、海岸沿いは特に何もない。おー、なるほどね。おほー、なるほどねってなった今。なかなかなんか珍しい海岸ですね、これ。途切れてるもんね、結構。中途半端なところで。割と地形的には珍しいんじゃない?うん。ね。
で、住民は何人住んでるんだこれ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12人住んでるわマックスかよ。お、これもまさか。お、スプラトゥーンじゃん。みさきちゃん。あら、もしかしてお客様ですか。なんねなんねって可愛いね。ちょっと寝ぼけ気味なので何もおもてなしできませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。あ、了解。ありがとう。ありがとうございます。てかさ、みんなあつ森買いますか？今更だけど、今更っていうか突然か。まあ突然ですけど、あつ森買いますか？なんかね、この間生放送で聞いた時に、意外になんか、買わない人がいてびっくりしたんだよね。うん、まあスイッチ自体持ってないっていうのもあるんだけど、意外にね、あ、待ってこれ。枯れてるじゃん、これ。大丈夫？ちゃんとお水やって、まあ、とりあえず、あつ森の話戻るんだけど、意外に買わない人が多くてびっくりしましたね。うん。なんか、てっきりみんな買うんかなと思ったんだけど、ね。まあ、言ってもさ、任天堂スイッチプラス、まあ、あつ森だったら、約4万円ぐらいするでしょ？消費税込みで。約4万円でしょ？まあ、そう思うとめちゃくちゃ高いよね。4万円か。まあ、確かに、まあ、学生からしてみると、結構ね、手が出ない値段な気がする。4万円か。まあ、お年玉残してたらどうにかこうにか買えないこともないかなってレベルだけど、ちょっと厳しいよね。まあ、ラインと、あつ森だったら、なんぼぐらいや。ちょうど3万円ぐらいか。まあ、3万かからないか。うん、3万かかるかかからないか。まあ、それぐらい買えると思うんですけど、まあ、3万でも結構厳しいよね。だけどさ、ライト買ってもテレビに繋ぐことできないから結局なんか後悔しそうだし、俺はなんかライトより普通の任天堂スイッチの方をおすすめしますね。うん。まあ、どっちかって言うんであればやっぱりね、普通のスイッチの方がいいでしょうね。はい、ということで、この家に入っていくか。お、誰だこれ。誰住んでんの。千歳ちゃん。あら、お会いするのは初めてですね。どうぞかっこいい村を満喫していってくださいですの。かっこいい村。皆さん、っていうことで格好良かったですかね。まあ、一通り村は見ることできたんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。まあ、かっこいいかな。てか雑草すごいな、ほんと。マジでこれ。レイジン頼まなあかんわ、レイジン。だからこれだけ雑草あったらさ、レイジン頼んだらめっちゃスカッとしそうじゃない。ちなみにさ、このなんか四つ葉のクローバーあるじゃん。うわー、四つ葉のクローバーを見つけたよ。何かいいこと起こるかな。まあ、クローバーがあると思うんですけど、これさ、あ、待って、間違えた。一応雑草扱いになるのかな、クローバーって。どうなんでしょうか。今まで疑問だったんだけど、普通の雑草とはまた違うじゃん、これ。クローバー系って。まあ、雑草みたいな感じで、こんな感じで生えてくるけど、結局これは雑草に分類されるのか。まあ、一応、講義的には、ね、雑草に分類されるんだろうけど、まあ見た目がね、可愛いからか。全然雑草に見えないよね。まあ雑草といえばやっぱこのなんかちょこんとしてるやつ。ちょこんとしてるやつ。まあこれは見るからで雑草だけど。ね。クローバーに関しては全然ね、雑草って感じがしないわ。てかさ、待って、公共事業ゼロじゃないこれ。今更だけど。一応ね、村を隅々まで見てんだけど、てか待って、こっち俺見たっけ？市は見たっけな。あ、見てないか。まあ特に何もないよね、これ。どうなんだ？よいしょ。なんか、あー、あった！公共事業ないと見せかけてあるじゃん。素晴らしい、このベンチは。ないと見せかけてベンチがある。なるほどね。まあ、ベンチもいいよね。てか、また花枯れてるやん。また枯れてますやん。しっかり水あげなあかんな。てか、待って。なんか、そこら中になんか物も埋まってんだけど。大丈夫か、これ。で、この村の特産品は桃みたいですね。今更ですけど。さあ、っていうことで戻りましょうか。うん。ちょっと戻るか。戻ります？どうしようかな。ちょ、リベンジしようかな。かっこいい村で。かっこいい村でリベンジするべきか、これは。みんなどう思う？ちょ、リベンジしてほしかったらコメントくれ、みんな。もっかいやってくれ、みたいな感じで。はい、ということで本日の動画、このあたりで終わっていきたいと思います。まだチャンネル登録お済みでない方がおられましたら、ぜひね、これを機会にチャンネル登録していただければ非常に嬉しいので、よろしくお願いいたします。あとは、とびもりを今中心にやっているんですけど、あつ森の動画もね、バンバン出していくから、みんな頼むぜ。あと生放送もね、やっていくので。は
はい、ということでチャンネル登録をしてくださいという話でした。じゃあね、みんな、バイバイ。